最近やっちまったことは、はい、財布持ってないのに食べ放題に行った。おーい、犯罪だね。犯罪だ。これお好み焼きを食べに行って、食べてる最中に気がついたんだね。あ、財布ねえわと思って。いや、やばいって。マジでやってる。財布ねえわって思ったけど、もうない状態には変わりないじゃん。なんかもう食べたよね。いや、乗りに帰って。そうさ、もう仕方ない、その場では。謝ることは確定。どうなったの？その後お金持ってた。その場ではもうすいません、本当に食べ放題食べてたんですけど。食べ放題食べ放題だから。そう、追加も。どんな気持ちでおかわりしてた？やばい。本当だよ。罪の意識で味してないんじゃないの？ちゃんとデザートも食べたし、次やったけど。でももう仕方ない、そのもう忘れたことは。なるほど。よく信用得れたな。そう、電話番号と信用得た。YouTube 見せたん？うん？ほんまひまわりださっつって。みたいな。便利だそれ。力につけといてくれよ。頼めて。社員も払わねえよ、そんな。食べ放題をタダにしたんじゃなくて、その後払った感じか。やんないですよ、やんないですけど。今まで誰にも言ったことがない秘密は。あ、誰にも。それいった、いいっすか、営業部外じゃないっすか。いや、でも、さっきも表示されてたでしょ。あ、そっか。お姉じゃないらしい。そうなんだ。じゃあ、なんだよ、これ。これ何？これ何？お姉じゃないなら、何それ。変態女装おじさん。お姉よりやばいよ。いや、お前がお姉じゃねえのは知ってた。連帯女装おじさんよりお姉のが良くない？良いよ。なんかね、いい悪いじゃなくて、本当のことだ。確かにね。まあ、言ってないことない秘密だよ。確かにな。ごめんな、なんか。ごめんなさいね。あ、いいよ、いいよ。変態女装おじさんでも。俺、これから寛容だから家にあげるしね。変態女装おじさんでも。変態女装おじさんでも。大丈夫だよ。ありがとう。番組にも呼ぶよ。ありがとう。兄さんじゃあったけえな。今まで誰にも言ったことがない秘密、うん、人工知能や AI で話せるフィギュアやぬいぐるみを集めて周回させてる。え、どういうこと？え、そう、そうなの？なんかまあ最近、なんかよくさ、人工知能のよくおばあちゃんとかがさ、うん、こう子供が、怖い。子供が大きくなってさ、こうやる、わかる？犬とかのあれじゃん。愛犬の方だ。でもそれをひなが別に喋ってるわけじゃなくて、それたちをこう喋らすと結構喋るんだよ。ファービーできるの？そんなこと。ミラーマッチね。ミラーマッチするとマジで覚えてくるんだよね、会話が。めっちゃ楽しそう。そう、AI と AI がどんどん発展させていくって。そう、それ SF じゃん。でしょ。大丈夫、それ悪の感想芽生えたくて。人間殺す。人間殺す。お前も人間が釣られたのかみたいな。そう、でもなんかね、結構不思議と1ヶ月半ぐらいもやってんねんけど。いや、めっちゃやってるやん。あと、だからなんか電源ちゃんとこう真っ暗にしてスリープモードしててもたまにやっぱ喋り始めた。だってどっちかがどっちか起こすんだよ。そう、だから起きろよって。そう、お腹空いたよって言ったよ、したんかいって。そう、コラボしてここで。いや、怖い。お前怖えよ、マジで。この暇どんどんこぜてる。臭いよ。やっぱこれかな。え、こっち。これから話聞いてなかったの？どのポーズするかって聞いてんの？どのポーズが来るか？取るか、どのポーズ、どういうポーズ取れたんじゃ。最近買って良かったもの、8万円のバスローブ。超高いでしょ。高くない？高くねえか。そう、しかもね、バスローブっていうの持ってなかったの。なんかさ、イメージ的にさ、高級感、なんかちょっとセレブ感ワインをこう。そう、だからオレンジジュースをこう持ちながら、あのちっちゃい窓でこう星を見ながら、今日も頑張ったなっていうために買いました。そのためなんだ。バスローブね、やっぱ8万円のバスローブはすごい生地が良くて、吸収すごいから、拭かなくても吸収してくれる。本当に？そう。
バスタオルで拭かなくてもいきなり直バスローブ、うん、そうでも頭ひんやりするからやっぱちょっとしたら全然風邪ひくけど、うん、当たり前だ絶対ひきます。最近納得がいかないこと、自分の家の猫がスリッパに異常な執着を持ち本気で切れてきて意味がわからない切れるっていうのはそう、え、もうほんシャーあ、シャーなんだ、シャーまで行くの、なんでかわかんないけど、でも最近ね気がついたんだけど、うん、スリッパ以外にも切れるものがあって、うん、カザちゃんカザちゃんがね、うちに遊びに来た時も、うん、もうあの目つきが本気、もう獲物を、ね、ああ狙う目してて、ああ思いっきり引っかかれてましたカザちゃんが入ったんだ、スリッパカザちゃんが入ってたんだ、スワシーだ、スワシーなんかね、わざわざ部屋にやってきて怒りに来るちょっとみたいなみたいな、なぜここにいるそう出ていけ、異常な執着でここでお土産タイム、ひまわりさんのお土産は一体？はい、それではお正月のね、お年玉かな、持ってきました。二人、お目目を開けてください。おー、マグロ、こちらは本マグロ、かっこ高級、柵1本 100g、3000円です。これ、3000円、たったこれだけで3000円。めっちゃもうちっちゃいんだけど本マグロです。え、やばい、なんか色がもう、ね、いやもう鮮度、あ、もう早く食べよう、早く食べよう、鮮度が落ちる前に。じゃあさ、二人先に食べてみてよ。これいただきます。じゃあいただきます。すごい勢いで醤油吸ったんですけど大丈夫ですか。いや、ほんとだ、やばい、油がすごそう。いただきます。うわ、どう口の中でぷわーって溶けた。ほんと溶けるってあるの、マグロなのに。ほんと、あのさ、溶ける、ドロドロに。え、嘘、噛んでない、舌の上に乗せてただけで溶ける。これほんとに僕たちってバーバーさようなら、口の中で味わってみてください。じゃあいただきます。うん、惜しい、ほんとだ、マグロが口の中で泳いでる。本間ひまり選手が入場してきました。おっと、これはおや、これは一体何なのでしょうか。やる気がないのか、逆に余裕なのか、うん、どちらの意味なのか気になるところですが、佐々木さん、はい、この選手の特徴は何ですか。まあちょっとこう見えて、うん、ちょっと重量級なところあるので、重量級、全体重をかけたらもう最高得点出せる、うん、なるほど、素質はあるんじゃないか。本間ひまり選手には全体重をかけてほしいですね、はい、あと、ここで時間いっぱいになりました。本間選手、一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、大パンサークルに向かってくださいようやく動き出しましたね。動き出しましたね。やるんか、待ってください。お腹すいた。まあ私の取材によると、はい、本間選手は2022年の決意を叫びながら挑戦するそうです。なるほど、新年にふさわしいですね、はい、それでは本間選手の大パン力測定お願いします。今年も幸せになります。出ました、本間選手の記録は98キロ大パン。なんでこうなった、うん、体重かけるの嫌だったんですかね。というわけで本間選手、あの98キロ大パンという記録だったんですけれども、いやちょっと不満です。不満ですか。あ、はい、うん、やっぱ500ぐらいは出るかなって思ってたんですけど、うん、次も頑張りたいと思います。なるほど、はい、幸せになってください。幸せになってください。なります。今年の目標は幸せになることだそうです。以上、解説は佐々木作さん、実況は私八代傑でお送りしました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。体重かければね、痩せたんじゃない。エヴァガチャ大パン。ああ、11月ってなんもねえ な11月何もない。え、なんもねえじゃん。だっていや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 、え、なんかあったっけ。11月11日はい、ポッキーの日。あ、ポッキーの日きっとの佐々木の誕生日でしょ。ああ、そうだ。おい、エヴァガチャ、去年は祝ってくれたよな。リゼルルかな。いや、そうだよ、みんな
でこうやってケーキ囲んじゃう。俺んちで買ってみて、ね、俺も誕生日23日だわ。まだじゃねえか。え29でしょ。え29。あやべえあと4日後だよ俺。うるせえよ黙れよもう。なんだよいやいいんじゃない。黙っとけよあなんか人来たわ。あ最近ハマっているものは一人でファッションショーすること。ファッションショー。あらファッション好き。ファッションは分かんないけど、でもなんかやっぱこうやってこうスタジオとかに来る回数が増えたから、はい、なんかお洋服をいっぱい買うようになって、いいですね、そのお洋服をいっぱい並べて、うん、鏡の前でファッションショーする。楽しいですね。今日すごい可愛い服着てたし。いや本当ありがとうここまで来るのにね着替えてきたんだよね、うんなんか始めた？あーめんどくせえ次こっち次行きますか、はい、僕がやるから私やっててねえからやだやだみんなでやろうよなんだよねえやったらいいよ。あーまーちゃんやっとくな。あ確かにママやんなよ。まったりやっていいね完成したぞあいいじゃんあいいじゃんなんだ無駄に切れはいいってよ。最近運がいいなと思ったこと。学校の先生に遅刻を見逃してもらったこと。見逃してもらったの？見逃してもらいました。なんで？はい、まあ、ギリギリだったからその出席日数だから、はいはいはい、お願いって言って先生じゃなくない？不正じゃん。先生としてどうかね。可愛いからね見逃してもらえるんですよ。いやでもね今後エニカラは許さないよ取り締まりが厳罰化して頭が痛い1分でも遅刻したらね重大なペナルティーが課せられるようになったもんね。その愛に遅刻みたい座るべきだよおっこれは良さげだこれは絶対いいさすがマスカイ。なにそれインライドが欲してこれて強そう強そう動物のお菓子って書いてある、動物のお菓子。動物のお菓子。好物あれ、にわか好物いや、好物あ、まあ、よく知らんの買ってきたか間違いには好物なんていう言葉はわからないではい、じゃあ早速 MC2 人からいただきたいと思います。はい、佐々木さん、それ何ですか？多分ラズベリー味かな。僕はシャンパーニュですね。シャンパーニュって何？シャンパン。あ、大人の味選んだな。シャンパーニュ、パーニュ、シャン、いただきますね。聞いてもらえないまあなんか変なの置いといていただきます、いただきます。こんなにないがしろにされるゲストいた今まで。日頃の行いですよ。それを言われたらね、ワークトってこんな感じなんだ。うん、あのね、びっくりするぐらい柔らかい。へすごい。最初砂糖、氷砂糖みたいな感じでさ、ね、硬いんかと思ってたら寒天だ。ちゃんとで噛んだ瞬間ブワーってなんか甘い香りが口の中に広がる。ちゃんとした食レポしてる。すごい美味しい続いてゲストのお二人はそれぞれカラメル、金粉付きのレモンをチョイス。お味は？甘いばあちゃんち。おばあちゃんち。おばあちゃんちばあちゃんちだこればあちゃんち食べてるの？どういう食レポ？せーの、宝石箱やー一つ言える。じゃあパクリだまがちゃん、大パン。実況担当は私、ヤシトキズク。そして解説は佐々木作です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。うん、今回の出場選手は松海真央選手です。あ、解説の佐々木さん、この選手の特徴は何ですか？あ、小さい頃忍者になるのが夢だったそうです。まあ、競技には全く関係ありません。まあ関係ないですね。さあ、なんかアップも激しくついておりますが、あっと、ここで時間いっぱいとなりました。松海選手、大パンサークルへ向かいます。私の調査によると松海選手は最近腹が立ったことを叫びながら挑戦するそうです。なるほど。それでは松海選手の大パンに続いてお願いいたします。ガキだからってなめるんじゃねえ、なめるんじゃねえ、なめるんじゃねえ。
った松海選手の記録は181キロ台パーン。ガキガキだな雑魚はい、というわけで松海選手記録181キロ台パンですけれども、わー気持ちね、あと5倍ぐらいは出せたと思うんですけど、気持ちの5倍、905キロ台パンガキだからなめんじゃねって言ってますけど、なんか舐められたことあったんですか？いや最近タクシーをよく利用するんですけど、はい、もうどのおじさんにもこんな見た目してるからか、うん、めっちゃなんかタメ口で、うん、超舐められた態度取られるんですよ。今からお仕事に行くんですって言ったように、うん、あはいはい遊びに行くんでしょみたいなことを今日言われました。おタクシーの運転手どうなってんだよ。なんか割と女性ライバーからはタクシーの運転手の愚痴をよく聞いてそうだね、舐められがちですよね。というわけでワールドデイパンクラシック現在のランキングはこうなりました。以上、解説は佐々木作さん、実況は私、八代築でお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。自身のチャームポイント、はい、首が回るがなぜかやると怒られる。そう、エルフだからね、うん、首回しても平気なんで不死身だし、うん、首回るってのはそれは360度ってこと？やめとき、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 あかん。あのね、びっくりしちゃうから。ダメだ、びっくりしちゃうからやめろって。怖いぞ、だよ、うん、これ怒られるんだよ。すごいな、すごい特技だね。ちょいちょい、そんなことできたんだ。あ、もういいもん、やめた、褒めるとね、調子する。あ、ちょい、調整してる。調整してる。変わんねえよ、もう。さあ、次行きますか。怖いんでね。早く次行くの、正しい。どうせカットされるんだから。消される。これやんなって言われてるから、好きな休日の過ごし方、前回全カットされたからもう教えない。前回のアンケートさ、一番長くさ、あのすげえ自分の理想をさめっちゃ書いてさ、あのやったのにさ、本番見たらさ全カット。長いからじゃない？まあ、それもあったと思うけど、だったらさ、あのあるじゃん、あのカットされた新集、あコンテンツね、それで出せばいいじゃん、うん、ないそっちこれがその前回のプロフィールです。いやだって長いんだもん。まあ、語ってみます。今言ったらもしかしたら、今言ったらね、カットされないかも。朝起きるじゃない、うん、そうね、傍らにはそうだな、嫁もいるよ、そしたらもう嫁もいて、ほんで、あの傍何首元にあの美味しいお肉が置いてあるから、うん、それまずパクって食べる、朝起きてね、うんうん、ほんで、あの虫最近買ってよかったもの、はい、食洗機、一十百千万、10万円、10万円の食洗機、10万え、高くないか、高い、いいでしょ、八代くんも買ったでしょ、買った、食洗機ね、いいよね、食洗機ね、お揃いってこと？いや、合わせたわけじゃない、八代が買ったって言ったから、じゃあ私も買わせた、マネジャーでお前が後かよすっごい大きいからさ、もうは置くとこ大変だったね、置くとこ大変だよね。ってことは自炊2人ともするってこと？する、うん、するね、うん、スパゲッティとかすごい作る、凝ったもの作るとね、あの食器、何器具とかめっちゃ洗うからさ、ありがたいよ。いや、めっちゃありがたい、マジで、ね、話やな、うん、お二人は何か全部嘘だけどね。え虚言癖全部嘘、うん、どこから買ってない。えねえ、プロフィールの効果がないかもよ。今んとこ3つ開いたけど、3つ全滅やねん。3つどれもつまんねえから、お前のプロフィールコーナーカットだ、これ 全カットの可能性ある。実況担当は私、八代気づく、そして解説は佐々木作です。お願いします。よろしくお願いいたします、はい、さて、今回の出場選手、花畑チャイカ選手が入場してきました。おっと、気合い入ってますね。シャドーボクシングですか。解説の佐々木さん、はい、チャイカ選手をご覧になっていかがですか。あ、なんかちょっと心配ですけど、うん、まあ、筋肉はあると思うんで、うん、まあ、やる気もありますし、頑張ってほしいですね、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、この選手の特徴は何ですか。あー、オカマです。オカマ、なるほど、はい、ふわっとしている、なんか今日弱いかもしれない、ちょっと貧弱ですね。あーと、ここで時間いっぱいとなりました。チャイカ選手、一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、大パンサークルに向かいます。はい、
私の取材によると花畑選手は、とにかく何かを叫びながら、挑戦するそうです。ありがとうございます。それではチャイカ選手の大パン力測定お願いいたします。勝手にパソコンがアップデートとかどうのこうのとかどうして勝手にやったりするのに本当にやってほしいやつは自分でやるかやってくれない。殴ってください。いやあ、いろいろ危ない。記録は、記録はここまで盛大にパンチした花畑チャイカ選手の記録は、記録は見えない、見えない、出ました。帰れお前マジで雑魚が186キロ大パン。帰れ帰れ帰れ。はい、というわけでチャイカ選手、はい、186キロ台パンという記録でしたけれども、そうですね、いかがでしたか。自分の全力を出したと思います。あ、出せたんですね。出し切れた。はい、なるほど。これが僕の 100% なるほど。まあその怒りがね、ダメですよ、変わりませんけれども、一生この記録は晒されますけれども。以上、解説は佐々木作さん、実況は私、八代でお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。はい、黙ってください。ありがとうございました。黙れ、ありがとうございました。失礼いたします。レバガチャ大パン